お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちら新イベントスーパーアーチャーチャレンジというものがねありますんで、こちらねやっていこうと思います。まあちょっとねアップデートが来ていろいろ変わったんで、一瞬そのことも話そうかと思って、今回クラロワパスがねなんかすごいかっこよくだからいかちくなりました。なんか今までのパスプラスダイヤモンドパスっていうねいかついのがちょっと追加されたっぽくて、今までのパスは報酬がヘボくなっちゃったね、残念ながら。はい、なのでいやダイヤモンドパスだいぶ高いけど、まあ買えるなら買った方がお得ではあるけど手出しにくいですね。今までやっぱり600円だったんで、前はね約2000円ってなるとバカ高いんですけど、ちょっとこれはね負け策アカウントで育てないといけないんでね、はい買いました。ダイヤモンドパスこんな感じですね。はい、めっちゃかっこいい。てか投げあ結構報酬あるっすね。あ、めっちゃ長いわ。というわけで課金する際にね、よろしければクリエイターコードラットの方をね入力のほどお願いいたします。というわけでスーパーチイベントねやっていくんですけど、このねスーパーチイベントとかやればチケットが取れて、そのチケットをショップでね交換できるよって仕組みなんですけど、これね一つ注意なのが、シーズン終わっちゃうと持ってるチケットがね全リセットされるらしいです。はい、なので前シーズン取ったチケット僕も持ってないんですけども、ちょっと気をつけなきゃね。集めたのにね使わず終わっちゃうとガチ全部無駄になってね、へっぽいコインに変わっちゃうんで気をつけてください。はい、いろんなスタンプもゲットできるんでね、ちょっとこの辺をね手に入れたいなと思いつつ、勝てば2回ぐらいやるだけでねたまります。ほんで最強デッキこちらですね。はい、高回転でスーパーアーチャーを出しまくるだけです。はい、まあアーチャーの性能はまあやりながらね見せていこうかなと思います。まあとりあえずあの竜巻みたいなトルネードみたいなのを起こすんですよね、矢で矢でトルネみたいなの起こして相手を無限にノックバックさせるっていうのが今回のねアーチャーですね。で多分今までのスーパーユニットってミラーできたのかな、あんま覚えてないんですけど、今回のスーパーチャーミラーできるんで一生セパでミラーしとけば強いです。で今回のスーパーチャー HP 高いんでファイボーでも耐えます。はい、なんであんま呪文で処理っていうよりかはなんかすごい、何やってんのマジで本当に気づいたらよくわかんないことになってるんですけど、こんな感じです今回のユニット。はい竜巻っていうのかこれで、一応ちゃんとダメージもあってって感じですね。でダメージあるんですけど、その先っちょにしかダメージがない、あとは当たったらノックバックするだけって感じなんで、後ろの方のはよいしょ、すごいね。このままタワーまで届いてもタワーにはダメージが入んないよねって感じですね。マジ一生なんかアチャセパしてこれを見届ける回みたいな、いやえぐいマジでほんまに強いです。アーチャーこれ一生後ろからセパしてセパしてっていうミラースーパーアーチャーが超強いんで、これ一組だけで勝てます。でまあディガーもそういう時は一応削れるかなみたいな感じですね。防衛はこいつでね、ゴレだろうがエリジャイだろうが何でも止まれます。はい、あ、まあ、すごい。なんか飛ばしすぎて、逆に自陣のタワーにやってきそうで危ないですね。エリババとかをさ、自分のタワーの方に届けちゃうみたいなね。あのその辺だけ気ぃつけてれば、まあなんとかなる。逆に対処方法はね、いや、むずい。ウッドだけだと結構硬いからな。いやー、でもこれでインドラは避けれるな。たまたまですけどマジ全ユニット近づけない。まあアーチャーとかにね走らすゴルネは強いかな。あでメガナイトとかも餌です。はい、てか飛べないメガナイトマジ無能ですよマジミニペの押し付け合いしてる、ガチで嫌われてるミニペ。さマジでこれやべえ、本当にアーチャーでウッドとかで回して1コスとかでターゲット取りながらこれだけで気づいたら右のターン折れてるっすからね、知らんけど、なんでか知らんけど。はい、でメガナイトは来れない。ちょっとあのプリンセス嫌だな、 HP 高いのがやばいっすね。その山雨で死んでいいこれだけで終わる、マジで謎チャレンジだな、強すぎる。いやこのデッキが強いね、そのシンプルなんですけど、シンプルだからこそね、ちょっとこう思いつけないというか、こんなデッキでええんやっていうね、話です、本当に。施設も、なんもない。なんもない。多分、アーチャー出すだけ。
アーチャー出すだけなんですけども、今ね勝率が一番高いでさえ8割ぐらいあった気がするな。チャレンジの一番でさえ最強デッキですね。考えてくれた人神だな。はい、もう後ろからセパするだけっていう、まあシンプルすぎてちょっとね他のカードとかと組み合わせてみたくもなるけど、結局組み合わせてもねスーパーアーチャーに勝てないし、スーパーアーチャーがだけでいい、十分ってなる。はい、さあこれでお互い竜巻起こす。ファイブで耐えるかな。これ通常モードにね5コスぐらいできても強そう。ちょっと楽しそう。さあ、まあ、ディガーも、ね、気持ち添えてね。で文句でね今回反射できないんですよ。これ多分このスーパーチャーを文句で反射しようっていう考えだと思うんですけど、ワイツさん残念ながら風なんで、その矢とかじゃないんで、風を跳ね返すはね超次元、まあ超次元なんですけどね、すでに。はい、でこのアーチャーの前にゴルネンとかつけてあげても強いかも。さあ文句は固まってはいるが、マジで布いや HP 高えな、気持ちいいな。固めてみてもいいかもね。相手が呪文使ったらフルで固めて何にでも対応できない。まあ、困ったらボーポエ貼るとかね、そういうのはいいと思う。固めてきたら、そう、相手もしかしてこれ諦めた、ああ文句ダメだっつって垂れ流してるだけなんだけどな、マジで。さあ最強すぎる、歴代1位の可能性あるけどな、これスーパーユニットでこんだけノックバックできちゃうとね話が違うよな。全ユニットだって届かないですもんね。ゴレジャイ、エリジャイ、エリゴレ、スケラとかにもね意外と強いです。はい、で HP も高いんで、マジなんか何見てんだろう俺気持ちいい、気持ちいい、しかも簡単。いやこのデッキやばいっすよ本当に。多分いろいろね対応を考えると思うんですけど、対策シンプルにこれが最強なんで。さあこれで1000貯まる、現在2500ねあんのか。あれこれもしかして前シーズンの、いやなくなってるっすね、多分パスで手に入れたんだと思います。今2500あるもん。さあもうちょっと今度固めてみるか、強すぎて論外だな。なんかさあプリンセスの採用もなんか多いけど、ウッドでしばいてあげればいいんで。さあロケ砲とかどうなんだろう、ちょっと厄介厄介。ミニペが下がっていく、あこれミニペ下がってディガーずっと殴れる。いやこれどうなんだろう。さあこのミニペ、おおめっちゃ下がるやんマジでさ、あそこにずっとおる感じ、もしかしてこれやばくね。さあ今回ちょっと面白そう、クエイクウッドとかでしばくのか。4風だったら一生来れないやろ。はい HP 高いです。あこれめっちゃやべえなこういうのはボーポイとかでね耐えるのが理想かな。あとゴルナイダッシュですね、処理できるわけじゃないけど。うわやば、これは本当のぶっ壊れって言うんでしょうね。なんでこれまともに戦っても意味ないと思うんですね。ただただアーチャー出しまくるが最強で、クロスとか来てもポイウッドとか、まあ、ディガーとかでもなんとかなるし、これでどんだけ入るんだ。200。さあこのベビドラも正直アーチャーに近づくことすらできない。だからノックバックするさ距離が異常っすよね。あーあーあーあああああ、飛ばしてる。ちょろっと下がるとかならさわかるじゃないですか、文句のノックバックとか今までのねユニットノックバックも。ちょろっとじゃねえの、やべえやべえやべえ。しかも固めれば固めるほど強い。やばリンチ、結果リンチ来てる。あーこれ6秒やだ、与えたくない。さあ範囲で芝こうっていうのがね相手のプランですね。あーでもこういうペッカとかも、おーちょ待って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 、バカバカ、えあいつやべえ
えぐすぎこれ、マジでやばい。どういうことさ、ピッカでアーチャーしょってことできないですね、ノックバックで。しかも衝撃早いわいや気づいたらどっか行ってんのやばすぎ。いやマジで、え危ねえ、あいつやりやがった。これ味方なのにこっちに連れてくるんで、そういうことあるんで気づかないと。はいはい、まあでも全てアーチャーでは守れるな。逆に自分のアーチャーで相手の、ね、ミニペとかをペッカとかをタワーの方に引っ張って、それが守れないっていうのが危なそう今の感じ。それぐらいでしか負けねえ。その事故だけっすね。いやもう固めた時のアーチャー無敵すぎてやばいな。ああいうのはでもゴルナイだとね、すり抜けられるんじゃねえかな。どうなんだ、ちょゴルナイでアーチャーしばきに行こう。おこれもう結局ね、モグライダー届かないさあ殴れない豚はただの豚です、無能な豚です。さあできるだけちょっとスーパーアーチャーミラーしていきたいな。でこの辺ぐらいでこのアイスピやっとくと、やっぱスーパーアーチャーにユニット出したい、あれ早っ、出したいけど出した瞬間にどっか飛んでいくよねみたいな。火力も地味にある。うわ、まあ、主軸いらないですね。まあディガーか。はい、高回転でアーチャー出すのが最強です。呪文で対策とかもセパなんで結局意味ねえし、ファイボ耐えるし、気持ちよさそうアーチャーの吐息に。はい、ジュー、まあせっかくならね、この1日の上限もっとくれたら嬉しいのになっていう。1000しかもらえないんで、まあ、逆に2000するだけでいいっていう、2000するだけで貯まるっていうのはありがたいのかなね。パパッと貯めれそう、勝てば2000です。しかも後ろからアーチャーセパするだけ。ミラーアーチャーないんで回しちゃおう。結局強いやついっぱい出せば強いって感じかな。えぐいな、ちょっとこれ今までのスーパーユニット限定、全スーパーユニットが集まったチャレンジみたいなのが出ればな、面白いんだ。さあポイズンで処理してくる。うっ、さあこんな感じで多分風をね、このゴルナイは乗り越えられます。それが多分ちょっと強い。スーパーラバー、スーパーアイゴレ、スーパーネクロみたいな、いろいろいた気がするけど多分圧倒的最強。ねえ、ゴルナイ強い。アーチャー対決。ふんって感じですね。さあ、文句来る。これ別に跳ね返らないんでね。それちょっと強いな。まあ、下がりはしないけど、みたいなね。そろそろ、アーチャーゲーするか。ああ、ゴーストとかもちょっと強そうと思ったけど、めっちゃ下げられてるな。うわぁ。おお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 、すごいね君。これさ終わりじゃない、アーチャーいるとね。ああでもポイズンで対応はもう本当に素晴らしいっすね。いやでもダメージめっちゃ入るっすな、強すぎ。なんかスーパーアーチャーを突破するカードねえかな。分かり、ゴーストちょっと良さそうでしたけどね、殴った瞬間に下がっちゃうの。マジゴーストゴルナイぐらいしか思いつかないな。まああとは呪文結構いいと思ってる。はい、ああいいタイミング。さあ施設かも別に何もいらない、アーチャーだけで防衛が完結する世界。えぐ、なんか無理やり持ってきとるやん遠くから。いやーゴルナイ走ってもね、そんなねめちゃんこいいわけでもない。さあゴースト下げる。まあ俺この右削んなきゃね負けちゃうんで、ちょっと削るか。最終ギガギガ
はい、まあ、こんな感じでね、削りもなんとかなるよと。まあすげえな、まあ、これ見てやっぱトルネってぶっ壊れだなと思うんですね。さあちょっとせっかくなんでこのぶっ壊れアーチャー大量に出してみようかなと。1コス入れてね、こういう限定ある時しかできねえかな、こういうの。マジアーチャー何体、30体ぐらいいけんかな。10周ミラーと合わせれば、まあ、5周で30体いきます。あークロス来た。こういうデッキにした瞬間ね、あこれやべえな、なんか全部どっかにされそう。あー強すぎ、え強っ、えぐいけど意外と耐えたね。いやーこれやば、ちょっと待ってやばい、普通に負けそう、普通に負けるのだけは違うんだよな。しかも微妙な理解した、やべ、いやー天才な角度してる。アチャクロスか、ちょマジ今普通に戦いたいとかじゃないから、一回エリポン置かして俺に。エリポン置いて考えるか、許容しちゃおう、めっちゃチキいし。さあなんかええ感じに、まあ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 このアーチャーが強いんでね。さあここで耐えてしまえば、こっから俺マジで一生エリポン来ます。エリポン貸してくれ、エリポン貸してくれ、エリポン置いて考えたい。アーチャーも欲しいけど、めちゃんこ普通に戦ってる、やだ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 、エリポン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 、ちょアーチャーマジで20体でいいや。いやいけそうだけどな、エリポン溜まればクロスだけちょっと普通にだるい。お、これなんかええ感じで範囲でしばくそう。お、さてはもうできそう。マジアチはどうだね、強いんか。さこれ何来てもてか近くにヒースピとかこれ置いとけば、おいかっちこれあーやべえなこれで、ヒースピがめっちゃいいわヒースピが最高に近くに出していって全部飛ばす。いやーその射程一方的にやられるのやだなあでもあいいね、あのマジアチだけやってくれ、あのマジミニペーサーさよなら。いや HP だけかな、あ結構、あえこれ持っていけるのか、あー地味に持っていってるかどうかみたいなところで、 HP だけしカルコマだけかなさあみたいなね。まあ今のは言ったら失敗みたいなもんだよな。これで序盤ちょっとうまくいかなかったね、もう一回やろう。マジ10体ぐらい余裕でたまったな、超強えぞ、守れねえぞあれ守る方法ほんとに呪文しかない、メガナイトで踏んでも多分残るんだよね。で風でどっかピューンって飛ばされて終わるから、今までのクラロワだと無理。さあエリポン置いてこう、トリマ高回転で出したら強い。でこれも風でへばりついとるやん、エリポンに。これ一瞬ねスピリットでタケ取るの大事なんだ。さあ回して、あマイティにも強えなこれ、一生ノックバックできる。さあでエリポンこれスーパーアーチャーで延命できるぞ。風で飛ばせばいいんで、置いて、ああでもそっちに置いてきたか。さあそういや全然よくて、もう一回これエリポン置けばいいんで、よしよし、いやめっちゃいい始まるぞこれ。アーチャー軍でエリポン置いて、さあヤンナメ5を、まあ、もう一回エリポンか、にしよう。でアーチャー出せばエリポン守れます。来るぞ、
さあどっか行け。よし、これだ。壊れてるぞこの性能。冷静に冷静にぶっ壊れてさ、5打ってくる。いや、え、やってるよお前。やってる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 。さあ地獄の始まり行こう。本気で、あ、クローン、いやクローンは意味ねえか。ちょっとミラー出せないんで行くぜ。さあ、あちゃあちゃのスピスピ固めてもいいな。まあ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 、どっちでもいいやろ。左サイドに集中。でも呪文あるかな、一応相手も。うぅ、ファイブ使ったんでこっちにします。やんなめ、ファイブウッドでちょっと綺麗に処理みたいな、そういうプラン嫌だな。あんまそういう呪文で丁寧な感じ嫌だな。お、いやマジで呪文でしっかり対応してくんの嫌だな。いやいや全部呪文やんけ、ふざけんなおい。せっかくおい、いやでも正しい、今回の相手は正しいです。はい、やっぱユニットで対応してもノックアップしちゃうんで、今みたいに呪文でね頑張って対応するのが理論と正解にはなってくるな。うわー、もうちょっと気持ちよくなりたかったな。ノックバックしまくってね、竜巻を起こしたい。さあちょっとラストもう一戦やろう。さっきエリポンを置くのはね完璧だったね。マジ呪文持ってない相手だったら幸せだな。本気の嫌がらせできる。さあホグライダー来る、ホグライダー、おお、すごっ。なるほどね。アイスピアーチャー、さては芸術点高めです。一体リポンか、クエイクとかやめろよ。あー、あれ、まあ一回下げてしまえばね。あれ、やべ、何回でも飛ぼうとしとんのお前、やめろ。いやー、この飛べないサイクルに入ればいいね。はいはいはい、あー気持ちよくなれそうだな。メガナイト来てもそこにヒースピンでタイミングよく合わせてしまえば絶対きついかな。あー、言うの飛べない感じ。あー、メンってくる、そういう感じ。なんかあった、あーはは、もうなんか範囲が広いな、そのトルネの。ちょっと横にいる系ユニットもさ持ってかれちゃうんだよね。あ、このインドラ風に乗って飛んでるだけ、マジ飛んでるだけだなインドラ。これソラユニットオワコンス、まあこのチャレンジだけですけどね。いや気持ちいいなこれ。セリポンいて、これもアーチャー回せばいいんで。ああすげえ下がるな。本当に。これも多分アーチャーだけでいけたよな、さっきの感じ。ああ、ノックバックとか、なんか頭突きだけされるんだな。微妙に。じゃあちょっとエリポンね。エリポン食べさせてもらって。これ一生飛べないメガナイトサイクル入ってる。よしよしよし、来た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 、あ、もうちょっと。踏まれるんですけど残ると思うんだよな、ヒースピ次第で。あとどっかノックバックする。ノックバックしろや、どっか行けや。よし、来た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 、これ今メガネでもなんもない、なんもないなんもないなんもない、最強のサイクル入ってる。さあなんか出たけど火力する、言うのも、え、あ、火力強すぎて、うわっ、ワンパンしてる。さあ何来る、何が来る、全部、うわ、あの距離で魔術しばいて、もう気持ちいいこれ。こんだけでもめっちゃ気持ちいいからな。皆さん面的なので今日はここまで。皆さんもねスーパーアーチャーイベント、いやおもろいしね、しかもこれでチケットもらえるんで、ぜひねやってみてください。チャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした、またね。